ほっせーどうもキヨです。みんなメリークリスマスイブ。というわけで12月24日に動画撮ってます。意外と何も予定入りませんでした。いやー悲しくなってる。うわ、これ以上俺がね喋るとね、みんなにねネガティブを映すんで、ネガティブーンを映してしまうんで、いきます。いや俺ネガティブーンに取り憑かれてんじゃねえか、もしかして。俺が予定入らないのもしかして妖怪のせいなのか。もうこういう都合いい時だけ言ってくる大人って嫌われそう。いやでもさ、子供の頃ってこういうクリスマスシーズン、おわお前クリスマスお前も一人か一緒に行くか。いやクリスマスシーズンってさあれだよね、トイザラスから送られてくるなんか冊子みたいなチラシ、わかる？ちょっと本みたいな感じになってるチラシ、あれめっちゃ見んの好きだったわと言いつつ家に帰宅。これ本編もう始まるんだよね。お、来た。ただいま。今日はたくさん遊びましたね。私も歩き疲れました。このすぐゲームと自分のプライベートクリスマス事情を切り替える感じ、これはモテるな。浮いてるのに。うわ、え、あ、え、こいつさ、え、何これ、え、これワンの時もいたよね。どんよりの伯爵ともう一体いたやつだっけ。あれいなかったっけあいつ。あ、ひよっちおかえり。お父さんおかえりなさい、お仕事から帰り。何このさ、ちょっと今日こういう団らん見るとえぐられてるわ。今肋骨が4本くらいなくなってるわ。ひよっちみんなでおまんじゅう食べないか。ドクロ屋の本家と元祖どっちのおまんじゅうもあるんだから。あれ、この前はおまんじゅうのことであんなに喧嘩してたのに。確かに。お母さん、この前はごめんね。今日はその仲直りのためにお母さんが好きな本家のまんじゅうを買ってきたからね。嬉しい。でも夫婦って同じことを考えるのね。私もあなたが大好きな元祖のおまんじゅうを買ってきちゃうだなんて。きっと私たちって心の深いところで通じ合っているのね。何その仲いい感じ。おいおい、気持ち冷めてるぞ絶対。うわ、ハートめっちゃ出てんじゃん。あ、君と結婚して本当によかった。僕は幸せ者だ。あら、私だってお父さんと出会えて幸せよ。うわ、え、なんだよそのラブラブなの。よりによって今日見せてんじゃねえや。いやいや、僕の方が幸せだって。あら、私の方が幸せだってば。ウィスパーがめっちゃ驚いてたな。まあご両親が仲直りできてよかったですね。あ、ジバニャ、お出るかい。お、朝を迎えた。これでストーリー始まるのかな。おっとなんか今までは若干さ、ワンのチュートリアル的なのかなって思ったけど、全然ついに違う感じ始まってるか。お腹すいた。やっとお昼休みですね。今日の唐揚げはいい出来なのよ。いいな、唐揚げ食いたいな。あ、カラス。うわ、出た。俺カラス大嫌いなんだよね。怖いんだよねカラス。うわ、何怖い。もうこうやって、うわ、もうさ、この時点で、いや俺は言っちゃうけど、この時点でもうダッシュで逃げてるから。うわー怖っ。え、あー、カラスが私の唐揚げを。いや、ちょっと待てよ。お前、カラスの威圧感のこと全然分かってねえな。もう、半径4メートル以内に俺、カラスがね、侵入してきたら、俺もすぐにね、逃げるっていう察知能力持ってっから。ちなみに、半径4メートルの範囲に入ってきたら怒るけど、距離として20メートルぐらいの目に入る範囲だったら、もうそこから俺は怯えてるからな、カラスに。マジ、怖っ。なんだろう。あ、全然まだ違うのか。どういう、え、今のカラスは何だったの今の。あ、そういうことね。ここ数日、桜ニュータウン近辺においてカラスによる被害が多く報告されています。その多くはカラスが人間の食べ物を狙い飛びかかって持ち去るというものですが、カラスには光るものを集める習性があることから、キラキラと光るアクセサリーを狙ってくることもあるそうです。ご近所の方はどうぞご注意ください。カラス、もしかしてこの時計狙い。でも時計はつけてるから大丈夫か。まあカラスって怖いよね。いや、お母さん、このお母さんに俺が4時間ぐらいかけてカラスの怖さって教えてやりてえわ。そうだね、俺そろそろ
お前お母さんがカラスのこと喋ってるのに、そうだねって4文字で片付けんじゃねえよ。俺そろそろ遊びに行ってくるよ。氷炭池公園でカンチと遊ぶ約束をしてるんだ。そういえばカンチの鬼ごっこなんですよね。はい、行ってらっしゃい。車とカラスには気をつけるなよ。OK、変なおじさんには気をつけないわ。行ってくるぜ、母さん。ねえ、気持ち、今日の晩ご飯何食べたい？なんでもいいけど、なんでもっていうのはなしね。うん、なんでもいいよ、行ってきます。氷炭池ね、OK。これのいいところで矢印が出るところなんだよな。あ、右上ね、はい、了解。の前にちょっと私いいですか、皆さんに言って。今日はやっぱサンタからのプレゼント欲しいじゃん。つうわけであそこに行こう。レッツゴー。やってきたぜ、妖怪ガシャかっこクリスマスイブバージョンかっこ俺が勝手に名前つけただけかっこメダルは多分1枚しかない。行くぜ。これだよ、これ、これ。今日はね、ここでテンション上げていこうぜ。S ランク妖怪出てるよ、 S ランク妖怪、妖怪ガシャでは。はい、回します。1枚あるんですよね、1枚きたー。もう確定で妖怪が選べるっていう完璧、今日にぴったり。いくよ、本当にいくよ。これで S ランク出たらもう俺超テンション上がるわ。いきます、いくぜ、いくぜ、いくぜ、来いよ、来いよ。いくぞ。あー、うえー、え、うわ、え、うわ、え、え、うわ、え、くそー、頭が混乱する。え、絶対こいつ、え、でもコマさんがいる。コマさんがいるんだよな。おい、コマさん、コマさんを置いて、しかも全部レアだし。いや、でも妖怪ウォッチ2なら新しいポッ、危ねえ、今完全に、もう完全にもうポケモンって言おうとしてた。もう完全に今自分でもびっくりした。今ポって言っちゃってた。やっぱ新しい妖怪だろ。え、待って、ちょっと待って、これブチニャンっていうやつがこの妖怪ウォッチ2真打ちの得点メダルでついてきたんだよね、ゲームの得点で。なんか予約したら激レア Z メダル、ブチニャンメダルって。もうブチニャンで行くしかねえでしょ。はい、来た来た来た。え、こんなシーンあるんだ。え、え、これ本当に妖怪が入ってるの？やっぱビスパーの言うことは当てになんないにゃ。いやいや、カプセルをよく見てくだ。え、あ、来た、あ、びっくりした。え、なに、なに、うぃー、ちょっと待って、もう全然わかんない展開で。え、なに、どういうこと。にゃ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 、なに、え、うわー、どういうこと。あ、ブチニャンってもしかしてウィスパーとさ、ウィスパーとさ、あ、そういうこと。ウィスパーとジマニャンが合わさったってこと。あ、そういうことなんだ。色合い的にもそういうことか。あ、そういうことなんだ。あ、そういうこと、あ、そういうことなんだ。え、混ざっちゃうの。いや、もう、え、そこ声一緒にしろよ。でお前完全に今一体一体分かれてたじゃねえかよ。いや、つける、それはつけるよ。ウィスパーとジバニャンを合わせた名前にすればいいんでしょ。ブチニャンっていう名前をぶち壊すわ、ブチだけに。うわ、全然面白くね。ブチニャンのニックネームをジースニーにしますか。はい、これね、それぞれ3文字ずつ取ったから、ウィスパーからは「い」と「す」と伸ばし棒、ジバニャンからは「じ」と「に」と「ん」。これブチニャンよりさ、この名前の方がいいんじゃない。ジースニー、ちょっと呼びづらいからジースニー。ジースニー、いきます。ジースニー、ジースニーの情報来た。ジースニー、ジースニー、ちょっとね、言いたくなるよ、ジースニーって。この見た、この動画見てる人絶対一回口ずさむだろうな。ジースニー、ジースニー、以後よろしくにゃ、ウィース。めんどくせえな、お前。以後よろしくにゃ、ウィース。
あ、分かれた。あれ、どこ行ったんだ。あ、帰ってきた。普通に帰ってきた。いやはや、どうなることかと思いましたよ。急に吸い込まれてびっくりしたにゃ。あれ、ブチナになったんじゃん。え、妖怪メダルで呼んでくだされば合体しますけど。うん、え、これ同じ場に2体呼べないってこと？どういうこと？あ、いる！いるじゃん、ちょっと見てみようぜ。妖怪メダル。あ、え？結構強くない？力があるんだ。いいじゃん。オッケー、いいよいいよ。Cか。なんか進化すんのかな？もしくは、でもこれ元々が合成なんだよね、きっと。じゃあ行ってきます。あ、もうこっちの方に行けるんだ。うわあ、綺麗だな。でっかいそよ風ヒルズ。この金持ちが集まる場所ね。いいなー。めっちゃ良さそうな場所だよな、ここ。で、とりあえず、妖怪がいるけど、この氷炭池の方に行ってこよう。このお台場 BGM いい。落ち着く。あ、ワンコ。この子はそんじゃそこらの普通の人とはわけが違います。何せワールドチャンピオンの決闘。めんどくせえ、親父だな。あ、めんどくせえ、めんどくせえ。お手つきできないのか。こっち行ってここか。あ、いた。これカンチ一人なのかな。まさかの。なんかさ、主人公さ、カンチとだけ無駄に仲いいよね。シュッと、こんにちは。なんで今滑ったんだろうな。さあ何をする。鬼ごっこだよね。遅かったね。約束の時間より2分32秒の遅刻だね。あ、ジバニャ、ジバニャ可愛いな。ごめんごめん。でもなんでそんなに細かい時間までわかるの？僕にはこれがあるからね。おい、絶対に盗まれんぞ、お前、カラスに。メガウォッチが2つも？どうしたの？パパの知り合いにメガウォッチを作っている会社の人がいて、その人からもらったんだ。いや、お前完全にそれずるいやつじゃねえかよ。お前それ羨ましいやつじゃねえかよ。こっちの色違いの方なんか限定カラーの超レアものなんだよ。もうどっちだよ。こっちの色違いってまずどっちがどっちだよ。お、やばい、来たよ。これ妖怪なのかな。カラス妖怪、カラ太郎みたいな。すごい、なんかキラキラ光り始めた。これはメガウォッチの GPS 機能が正常に動いてる証拠さ。ということは私先に読んじゃっていいですか。このメガウォッチが取られるけど GPS 機能がついてるからそれを追っかけようみたいな感じ。このメガウォッチから発信される電波と地球の周りを回る通信衛星をつないで、自分や他のメガウォッチをつけている人が今どこにいるかすぐにわかるんだよ。うわ、もうすごいわかりやすく説明ありがとう。そしてこの後のストーリー展開もなかなかわかりやすいよ。へえ、すごいね。せっかくだから2人でメガウォッチつけてこの機能でハイテクにごっことかしない？うわ、面白そう。メガウォッチつけてみたかったんだ。もうめっちゃいるじゃん。いや、気づけよ。おい、気づけよ。決まりだね。じゃあ手を出して。なんでそんなにカラスに気づかねえんだよお前ら。あああ、メガウォッチがカラスだよ。カラスが取っていったんだ。ジバニャ、ジバニャかわいいわ。急いであのカラス追いかけなきゃ。メガウォッチを取り返すんだ。でもどうやって、もうどこまで行ったかわかんないよ。キウォッチくん、キウォッチくん多分わかってるくせにあえてそうやって言うんだね。ありがとう。 GPS 機能だよ。僕のメガウォッチで取られたメガウォッチの場所がわかるのさ。そっか、カンチ頭いい。取られてるけど頭いい。ガラスの行く先が分かったぞ。現在そよ風ヒルズ北西方面に移動中。急いで追いかけよう。何その相棒みたいな感じ。でも完全に相棒じゃん。え、じゃあ俺寺脇康文ね。俺寺脇康文やるから、お前水谷豊やれよ。あ、でもミスパー水谷豊集するんだよな。だからお前はもういいや。鑑識をやっといてくれ。あ、ここにいる。あ、結構近いな。トゥトゥ、オッケー。あぶね、赤信号はダメだよ。オッケー。はい。落とすなよ、落とすなよ。振りじゃねえからな。落とすなよ、落とすなよ。僕のメガウォッチ返せ。あ、落とした。あ、メガウォッチが川に。あ、メガウォッチが流されていく。いや、あんま流れてねえけど。大丈夫。メガウォッチは防水機能付きだ。まだ GPS の電波は追跡できるはずだよ。電波追跡っていうか見えるだろう。でもなんで水面に浮いたままなんだろう。そんな機能あったっけ。キヨチくん、妖怪ウォッチを使ってください。あのメガウォッチの周りに妖怪の気配がします。うん、わかった。
いた。ブコッパー起きてください。ちょっと聞いてます。残念ながらノガッパはぐっすりお昼寝中のようです。ミス。もう仕方ないな。ノガッパ追いかけましょう。きっと南の下流下流まで流されていくはずです。ノガッパ、あれ欲しい、パックリちゃおっかな。パックリ、人のものをパクる妖怪だな。パラピントンポンテン。おい、来いよ、お前。何お前見てんだよ。お前友達だろ、お前のだろ、しかも。いやいや、いいって、そういうの。なんだよ、お前、めんどくさいやつだな。友達やめるぞ。こっちの方から行くのか。どっから降りてくんだ。下に降りれるルートがあるんだよね。こっからじゃねえな。ここか。さて、これで行けばいいのかな。まっすぐ行って、ノガッパが。いた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 。え、これどうすんの。もうちょっと。あ、ここの川、このここに当たるのかな。ここら辺に来そうだな。あ、え、あ、え、あ、え、え、く、え、ちょっと、おい、ノガッパ、おい、もうこっちだよ。そう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 。急にストーリー展開を図ったからように急にこっち側に岸側に来たな。はい。めっちゃ寝てんじゃん。よかった、メガウォッチが流れ着いてる。いや、当たり前だろ。ノガッパ、気持ちよさそうに寝ていますね。まったくこっちの気も知らないで。今のうちに早くメガウォッチを。パックリン、来たよ。おーい。あー、メガウォッチがふわふわ浮いてる。そんな機能あったっけ。そうだよね、確か、感知はちょっとね、何でも説明できるものとして考えるんだもんね。妖怪多分いないと思ってるよね。これって間違いなく妖怪の仕業だよね。ええ、ギョーチ君、妖怪ウォッチで調べてみてください。あ、来た。パラピントンプンテン、調べるぜ。これ戦う感じか。オッケー、いいぞ、やるぜ。今日戦いたかったし、しかもブチニャンの技とか見てみたいんだよね。ブチニャンじゃねえや、なんだっけ名前、なんだっけ。名前自分でつけたのに。ジスにいいんだ。妖怪見つけてください。はい、これなんていう妖怪なんだろう。カリーパック、うわ、結構そのまんまだ。パックリン、うん、やっぱかっこいい時計だ。パックン、ウィスパー、この妖怪は。この妖怪はカリーパック。借りたものを自分のものにする妖怪ですよ。妖怪不祥事案件っていうところの。え、あいつに貸したの。あっちゃー、もう帰ってこないよそれ。俺この例えのところ好きだわー。ここの例えめっちゃ好きだわー。え、あいつに貸したの。あっちゃー、もう帰ってこないよそれですね。このメガウォッチはパックンがちょっと借りてく。パックン、あ、逃げた。ギョチ君、カリバックンを捕まえましょう。このままカリバックされたら絶対にメガウォッチは帰ってきませんよ。うん、オッケー、行くぜ。ていうか、あ、起きた。え、出すか、出ますか。あ、これ仲間になるのか、もしかして。水筒、俺水筒、水筒結構強いからな。顔に浮かびながら塗るととても気持ちいいっす。おすすめっす。それだけか。なんだ、あ、いた。え、ちょっと待って、結構、ああ、え、あ、いえ、赤信号一番危険なところ。一番危険なところにいるよ。でもこうやってやれば赤信号回避。はい、これを何回かやればいいのかな。はいはい、うげ、あ、これなんか途中まで最後まで行けばいいの。あ、クリームパン、ラッキー。ちょっと歩き疲れちまってな。通過でヒルズというだけで風が弱く、そんな頃話してる場合じゃなかったな。勝負か。まあ、ここの流れ的に勝負だよね、きっと。はぁ、あ、はぁ、あ、お兄ちゃんたち足早まくね。さあ、捕まえましたよ。メガウォッチを返してもらいましょうか。あ、猫だ。え、うわ、いいところに来た。パック、パックリーン。え、今度は猫。なんだよ、この鬼ごっこ。あ、行っちゃった。まさか猫に乗り移るとは。カリパックなかなかやりますね。よち、どうしたの。カンチ、お前ちょっと来るの遅いよ。
大変だよ。今度は猫が目が落ちよ。早く追いかけなきゃ。GPS の反応だと公園の方へ猫が向かってるみたいだ。これ鬼ごっこ、あ、そういうわけで、ね、この鬼ごっこっていうのは。オッケー、公園に行こう。てってくてってって。知らないのに BGM に乗る男。おい、お前誰だよ。あ、お前鬼ごっこの方じゃねえかよ。ちょっと待って、もう鬼ごっこが2つ発生しちゃってるよ。ちょっとこっちだ。まずこっちだ。アイテム俺はまずアイテムだ。こっち、まだいるか。まあ、走れないんだって。体力あるんだから、こっち。よしなんだよこれ。いいもんだろ、きっと。サンドイッチかい。はい、ありがとうございます。鳥ももありがとうございます。よし、自分の身を犠牲にしてありがとうございます。いたか、いた。もう捕まえるぞ。キョチ君、あそこから登れそうですよ。どこ、慎重に行けよ。はい、オッケー。よーし、捕まえる。ちょっと追いつかない。ちょっと捕まえ、お、あ、え、あ、あら、アイテム、来た。追いつけないぞ。おい、全然追いつけないぞ、これ。どうなってんだ。よっしゃー、オッケー。あ、何もー。ここまで来て逃がすもんですか。追いかけますよ。みんな俺がどこ行くかなんとなく予想できるでしょ。まず、上に行って、アイテムが取れない。くそ。うわ、くそ、出れない、くそ。今もうまさにことわざで言う、あー、アイテムあった。ラッキー。いくらおにぎり、めっちゃいくら出てんな。これどっから出んだ。あ、これ降りれないのか、もしかして。あ、新しい。めっちゃ遠い、めっちゃ遠い。なんだよお前、今絶対捕まえてただろ。めっちゃ遠い。おい、妖怪いるー。今日は妖怪と戦いたくないの。よし、アイテム、アイテム、アイテム、鳥居の牛乳と、はい、危ねえ、来るな来るな、これ絶対来るな。妖術大百科、うわー、で、うわー、もうぶっ倒すわ。いいねー。ここでね、ちゃんとブチニャンの技を見ないっていうあたりをね、気使う感じね。オッケー、レベルアップ、オッケー、いいよ。回復してる。鷹のおにぎり、いいね。で、次だ。へい、よし、来たー。ふー、これで終えるぜ。よし、追い詰めたぞ。あ、ハンチ、ナイスキョッチ、あとは僕に任せて。この泥棒猫め、もう逃げられないぞ。メガワチどこに隠したんだ。うげえ。うわ、怒ってやめろ、爪立てるな。お、ぜ、ぜ、お兄ちゃんたちほんとしつこいばくれ。カリバック、もうに、お前ちょっと右のその下に逃げてったら俺はさすがに怒るぞ。おとなしくメガワチを返して。こうなったらバトルで白黒つけてやる、パク。いや、お前結構潔いんだから最初からそれしとけよ。さあみんな、ブーチニャンの必殺技を見ようじゃないか。行くぜ。はい、はい、オッケーオッケーオッケー。お払いね、了解。お払いは やり方分かるから了解です。戦う技、行くぜ。合わせろ。あ、くそ、初めてだ。なんだこれ、初めてなんだけどこれ。なにこれ、初めてやる。すげえ。なにこれ、くそ、なんだ。わーし、オッケーオッケー。なんだなんだ、なにこれ、ちょっと待って、新しい要素増えてて、ちょっと待って待って待って。あ、来た、合わせろ。はいはい、あと一回、はい、オッケー、いいの、オッケー、いいね。ちょっとここ早送りして、こうして、で、ピンタだから回そう。ちょっと回すか。はい、あ、来た、勝った勝った、いいね。ちょっとこれいいじゃん。初めて見た、100万倍しにくきゅうって何。
いいよ、お、いいよ、レベル上がった、いいね。ブチニャンちょっと強い、ブチニャン強い説出てるよ、安っぽい腕は。いいじゃん、いいじゃん、いい、あ、いい、ちょっと楽しい楽しいな。さあ、カリパックン、今度こそメガオッチを返してもらいますよ結構強引に取ってったな。あー、勝手に取るな、バック、ちょっと借りただけなのに。じゃあなんで逃げたんです、カリパックする気だったんでしょ。ダメだよ、ちゃんと返さないと、カリパックされた人がかわいそうじゃん。チェーケチ、つまんないからバックンもう帰る。うん、さて、ようやく一件落着ですね。え、あ、ジモニョ、え、ウィスパー、メガオッチを貸してにゃ、俺っちもちょっと遊んでみたいにゃ。目がすげえキラキラ光ってる、レアメダルになってるぞ目が。ダメですよ、ジバニャンが触ったらその爪で傷だらけになっちゃいますよ。大丈夫な、ちょっと触るだけ。ちょっとジバニャン、そんなに引っ張らないでくださいよ。あ、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 ギャー、ちょっと何やってんの。こっち来ないで、もう何もしない、何もしないから悪いけど、キョッチ、あとのことよろしく。え、何このドタバタコメディ。今のうちです、メガウォッチを拾いにこのマンホールの下へ行きましょう。妖怪に相手を持たせて強く、それが装備です。妖怪の力や守りなどを強化したり、特殊能力を得ることができます。あー、なるほど。あ、じゃあ、え、結局マンホールの下行くんだ。なんかさ、この下に行ったらちょっとなんか別の展開始まりそうじゃない。なんか別の展開始まりそうだよね。ちょっとセーブして終わろう。はい、というわけでコンビニって回復してえな。よし、じゃあ次回このちょっと下の方に行って、何かまだわかんないけど謎展開に、今日でもブチには手に入れたからな。いいじゃん、いいじゃん、進んでるし。というわけで、じゃあこれからもよろしくお願いします。まだね、今年更新し続けるんでね、見てもらえればありがたいです。それでは、じゃあね、グッバイ、さよなら。これから本編始まります。どうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人、パソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない分なんだけど、そのね、矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それでは、チャンネル登録していただければ俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。